だよ。メイクします。メイク追い込む配信だ。ふわ、めっちゃゆっくりしてた。ずっとベッドの上にいて、バタバタして、バタバタしてないけど、ダラダラしてた。気づいたら良い時間になって。あ、待って、燃えるゴミゴミな人からめっちゃ可愛いいただきました。ありがとうございます。ベコベコ、ありがとうございます。うわ、おはよう。おはようの時間でもないけど、でも今やっと動き出した自分。今朝電話で電話起こされた。なんか家の火災保険みたいな、なんちゃら保険わかんないけど、まだ支払ってない。え？そんなのあったっけって。その後振り込むわ。めっちゃ生活の話しちゃった。だから今朝起きたのはちょっと思ったより早かった。もっと寝れたのに、なんで朝電話かけてきたんだろう。朝と夜じゃないと捕まらない人も多いからね。ああ、なるほどね。そうか、確かに夜とか電話来たら私も出れなかったし、出れないし、アフタートークだから。めっちゃダラダラしてた。携帯いじって TikTok のコメントと X のコメントと Instagram のコメントと Instagram のパミのコメント、え、パミの Instagram のコメントを見たりして、無限に見たりして、コメント見てるんだね。見てますよ皆さん。人って一つのコメントはね、力になっております。まあ自分のエネルギーもそうだし、お仕事もね、この時代も何度も言ってるけど、この時代やっぱ SNS のコメントとかも重要になってくる時代なんで、よかったらコメントしてください。見て、昨日マスカラ買いました。サホさんと一緒にロフト行って、
き。待って、私の画面が止まってる。こっちはちゃんと動いてる。ああ、仕方ない。開封マスカラ、これ結構なんかメイクさんとか結構持ってて、自分も使ってていいなって思った気がする。買ったなんか珍しい感じのマスカラ。そう、でもなんかね、最近結構メイクさん持ってるから、韓国の、使おう。今何時？11時ぴったりな。あ、乾かすの待つ。するわ。
下地終わり、次ファンデーション。初見さん、マチャリンです。今メイクしてます。マチャの水浴公園見に行きたい。お、ぜひぜひ。日程はねまだ決まってないんです。2月です。2月のいつ頃なのか決まっておりません。一応希望は出したけど確認中ちょっと長めの確認中。何歌おうか。昨日佐藤さんとこの話した。何歌うかって話。決まったらアナウンスしてね。うん、する。12月8日の劇場当たった人いるのかな。いるのかな。難しそうなってさ。おそらくね、おそらく私の無責任発言またするよ。1年間中一番当たりにくい公演じゃない？うん、違ったらごめんなさい。おそらくね。でもトップ3は絶対入るじゃん。いるのかな。パミペンライトあるのかな。周年公演。いや多分ないな。疲れすぎて。
じゃない？あら明日なんじゃない？明日だ。そういえば、え？明日なんだ。感覚はね。今のところあずきに行くよって言われてないから、オンデマンで見るよっていうコメントがあったけど、じゃないかな。じゃあ新しい方々をあずきにするね。マジかよ。ずっと眉マスカラだと思ってて使ってたけどマスカラでした。え？眉毛に使ってたんだけど、いつもめっちゃいい眉マスカラだなって思ってずっと使ってたんだけど、まつげようだった。え？あ、眉毛も使えるか。よかったよかった。びっくりしたびっくりした。びっくりした。めっちゃいいよこれ。ああ、まつげにも眉毛にも眉毛にも、あ、なるほど、よかった。大事がないのにこんなにゆっくり調べて、
しょう。マスカラしてからか。昨日買ったマスカラ初めて使う。ワクワク。思ったより強めじゃない？待って、今ね絶対まだあのおでこのシワシワどうにかしてとかというコメントが来るからちょっと下げるね。あ、ちょうどいい。昨日サッポーさんとまつげの話して、今時の子はね、今時の子というか今流行ってるのはまつげをつまんでその一本一本結構はっきり見えるまつげじゃない。私もそんなまつげしたいけどやり方わかんなくて、え、それが今やる。でサッポーさんが言ったのはまつげの正解って何ってあれやりすぎじゃないとか、まつげの正解面白すぎてめっちゃ笑った。思ったより上がってない。超いい、悲しい。上がってないな。鏡が汚い。
たばたばまつげ、そうたばたばまつげね、この間楽屋でもメンバーたばたばまつげの話したわ。思ったより上がってないし、ちょっと汚くなっちゃうし、ふあそんな、うん、じゃあいつものタスはいつも使ってるマスカラでちょっと足しますわ。よいしょ。次は短すぎるもんで、私まつげの量はあるけど短い、まつげ長い人が羨ましいな本当に。あやねさんとか、これにしよう。頑張ってください。はい。くしゃみしたい。くしゃみした。
16分。あら、でももう終わり。何も喋ってないな自分。あ、大事な連絡忘れちゃった。うわうわ最悪。うわ思い出したわ。うわ最悪だ。あああ、それでもう忘れません。他に何だろう。あ、シーク、本当に何も喋ってない配信になっちゃった。
ぽ完成。リップさえ塗れば完成。いつものマジャリいつものマジャリね。あと10分くらい、15分くらいランキング読みます。10分くらい終われるかな。盛大イベントの配信もだけどアーカイブも残してほしいな。なんかね、昨日あの盛大イベントのあのなんだっけ、なんだそのチケット買えなかった方、もしあ行ったらあの詰めてでもっと詰めて増席はできるけどいなさそうでの話したじゃん。で厚木からメッセージが来まして、一応そういう声あったよっていう、 あったんだと思って、ちょっと後でマネージャーさんにちょっと相談する。聞いてみるね。
も喋ってないな自分。黙々と髪の毛を巻いてるだけで。髪の毛巻くのだって仕事、うん、この後はアフタートちょっとその前に用事があって本当はもうちょっと遅い行っちゃったから時間合わせますってちょっと早くなっちゃったからもうそろそろ家出ます。すごい時間見る瞬間にもうアラームなった。ではまだ機械とか前髪とかまだやってないんで配信はここまでです。夜でもねアフタートーク開始時間めっちゃ遅いから19時半開演です。終わったらね準備して家に帰ってまあ配信できるならちょっと配信する。明日も早まあ早いし。では、含めてほう。ほう。多分大丈夫。ああ。ランキング読みます。13位はアッシーハビーリーさん、12位はエンノさん、11位は、ムワムワさんです。10位はサンロタさんです。9位はシーチングさんです。8位はマッチハートさんです。7位はヒガミツさんです。6位はマットジャックリロイさんです。ありがとうございます。続きまして5位はケイさんです。いつもありがとうございます。4位はトモさんです。古矢月、うん、めっちゃ古矢月だね続きまして3位はシギさんです。朝まちゃにおはよう、アフタートーク楽しんでくださいね。ぜひ配信あるない、わかんないけどあったら見てください。楽しんでいきます。2位は燃えるゴミゴミの人です。いってらっしゃい、行ってきます。では最後1位はパンダマルさんです。マチャリン今日もかわいいよ。ちなみに東京湾ナイトクルーズは予約が必要です。うん、でも今予約調べたけどちょっとパンパンで、はあ、クリスマスかってことで。お待って、フーさんからサンタさんいただきました。フーさんいつもありがとうございます。ありがとうございます。では皆さん、あ、初見さんすいません、もう終わっちゃいます、すいません。また夜、まあ、ちょいなら配信するかな。夜もよかったら見に来てください。では皆さんまた夜かな、アフタートークで会いましょう。バイバイ、行ってきます。